ウィリアム・ダンピアウィリアム・ダンピアはイングランドの海賊、船長、作家、博物学観察者。ニューホランとニューギニアを探検した最初のイングランド人。世界修航を3回成し遂げた最初の人物である。ダンピアは1651年6月8日にサマセット州イースト・コーカーで生まれ、洗礼を施された。彼は16歳で船乗りになった。 エドワード・スプラグと共に第3次英乱戦争に従軍し、1673年のスホーネベルト海戦を戦った。1674年、ジャマイカで農園支配人になったが、すぐ海に戻った。1670年代のダンビアは、中米のスパニッシュメインを荒らし回るバッカニアの乗組員でカンペチェワンに2回訪れている。これが彼の最初の世界就航につながる。 彼は1679年にダリエン地境の太平洋岸におけるスペイン戦大保に参加していたし、その海賊団はカリブ海に戻る前にペリューのスペイン植民地を略奪している。クックという私略船長との出会いがダンピアの前人未踏の業績への道を決定づけた。クックはホーンミサキ経由で太平洋に入り、1年にわたってスペイン領を略奪した。 この遠征は徒党を組んで行われ、艦隊は10隻もの船を用したことさえあった。クックはメキシコで死に、デイビス船長が新たな闘目となった。ダンピアは、チャールズスワンの船、シグネット号に転属した。1686年3月31日、彼らは太平洋を越えて、東、インドを襲撃することにした。スワン以下37名を除く海賊たちは、マニラ、 プロコンドール島、中国、高料諸島、ニューホラントに達した。1688年初頭、シグネット号はオーストラリア北西ガンキングサウンド、近くに上陸した。船を修理する間、ダンピアは、現地の動植物を記録した。その年、彼と、船員2名は、起きによって、ニコバル諸島で置き去りにされた。彼らは小さな船を作り、スマトラ島のアチンにたどり着いた。 さらなる冒険の後、1691年、ダンピアは希望を見ぬよ回ってイングランドに帰還した。無一文だったが、貴重な手記を持って。1697年に最新世界就航記として出版されたダンピアの手記は海軍省に注目された。1699年には、ローバック号の指揮権を与えられ、オーストラリアとニューギニアを探検することになった。 1699年1月14日に出港し、7月26日にはオーストラリア西部、シャーク湾のダークハートグ島に到達した。水を求めて沿岸を北東に進み、ダンピア群島、ローバック湾に達したが、水は得られず、ティモール島に向けて北上することになった。彼は東に進路を取り、1699年12月3日にはニューギニアを発見したが、 北に通過した。投進し、ニューハノーバー島、ニューアイルランド島、ニューブリテン島とたどり、それらビスマルク諸島とニューギニアの間に横たわるダンピア海峡を発見した。イングランドへの木と、1701年2月21日、ローバック号はアセンション島近くで難破し、乗組員は5週間も島で過ごす羽目になった。4月3日に、東インド会社の船に救助され、 8月にイングランドに帰還した。書類多数がローバック号と共に失われたが、ダンピアはオーストラリア、ニューギニアに関する多くの新たな改造を喪失から免れさせることができた。帰還したダンピアは虐待の角で軍法会議に処された。往路の途中、ダンピアは乗組員ジョージ・フィッシャーを船から追放し、ブラジルで投獄させていた。フィッシャーはイングランドに戻り、 海軍省に不服を申し立てたのだった。ダンピアは怒りに満ちた答弁書を書いたが、結局有罪とされ、後悔の報酬を減らされ、海軍を解雇された。ダンピアは1699年から1701年の遠征の記録エボエッジ通入ホラントを書いた後、私略活動に戻った。1701年に勃発したスペイン継承戦争に、際してイングランドの私略船長たちは、 フランスとスペインの利権を叩く用意を進めていた。ダンピアは政府戦戦闘上次号の指揮官に任命された。ガレオン戦、シンクポーツ号と組み、1703年4月30日まで共に行動した。彼らはフランス戦の襲撃に失敗したが、スペインの小船を3隻と550トン船を1隻が干した。この遠征で最も注目されたのは、 アレキサンダー・セルカークを取り巻く一連の出来事である。シンクポーツ号の船長トーマス・ストラドリングと航海長を務めていたセルカークとの間にはさか屋が絶えなかった。1704年10月、シンクポーツ号はチリオキファン・フェルナンデス諸島の無人島に補給のため停泊した。セルカークはシンクポーツ号の耐久性を強く懸念しており、ダンピアとの抗論の後、島に置き去りにされた。 セルカークは4年と4ヶ月もの間、島から出ることができず、彼の体験は、ダニエル・デフォーの小説ロビンソン・クルーソーの元となった。セルカークの懸念は、全く正しかった。後日、シンクポーツ号は、乗組員の大半を巻き添えに沈んだ。ダンピアは1707年に、イングランドに帰還し、1709年に A、カンティンション・オブ、A ボイッジーニューホラントを出版した。 1708年、ダンピアは、私略船長、ウッズ・ロジャーズのデューク号で航海長として働いていた。この航海は、大成功を収めた。1709年2月2日にはセルカークを救助し、遠征で得られた利益は、約20万ポンドに上った。しかし、ダンピアは分け前を受け取る前に、1715年、ロンドンで死んだ。ダンピアの航海では、多くの植物、動物、 食べ物、調理技術等について書き残し、後世のあらゆる人物や物事に大きな影響を与えた。ダンピアは植物の学名で命名者を示す場合に、ウィリアム・ダンピアを示すのに使われる。ありがとうございます。